電卓のゴム製、チクレットキーボードリモコンに使用されている、ゴム製キーボード。キーが謳歌されると、キーの底にある胴体と下の基板の回路が触れ、回路に電流が流れる。チクレットキーボードとは、ゴム製の小さなキーでできた、キーパッド類を表すスラングである。キーが消しゴムやチューインガムのような形状をしており、チクレットという名前もチューインガムのブランド名に由来している。 メーカー側はチクレットキーボードの安価に製造可能という点を評価した。チクレットキーボードの採用例としては、ZX スペクトラム等の初期のホームコンピュータの多くやポータブルコンピュータ、ラップトップコンピュータが挙げられる。メンブレンキーボードと比較して使用時の不便さは幾分か改善されていたが、それでもこのタイプのキーボードは消費者にほぼ満場一致で否定された。 1980年代中頃には、チクレットキーボードの採用例は、小型の電卓、安価な PDA やリモコンなどのローエンドの電気機器に限られていった。チクレットキーボードというのは、世界中で通用する呼び方ではない。例えば、ガムのチクレットが販売されていないイギリスでは、キーの感触からデッド、フレッシュキーボードや、単純にラバー、キードキーボードと呼ばれている。また、 キーが消しゴムに似ているため、ノルウェーでは一般的にイレーザーキーボードと呼ばれている。チクレットキーボードの一例として、そこにある3層が基本的にメンブレンキーボードと同様の構造になっているものが挙げられる。なお、そのような構造でないものもある。どちらにしても上の層が押し込まれて下の層と接触することでキーの多価が検出される。 一番下の層にはキーごとに電気回路が設けられており、上下の層の間は絶縁体のスペーサーで隔てられている。キーに触れていない状態では、電流が上下の層の間を流れないためスイッチは開放状態となっている。上の層を謳歌すると、上の層の底面にある導体が下の層に触れるため電流が流れ、スイッチは短絡状態となり、キーの謳歌が検出される。 メンブレンキーボードと異なるのは、メンブレンキーボードでいうところの上の層が直接謳歌されるのではなく、その上に成形加工されたゴム製のキーが乗っている点である。仕組みとしては、キーがある程度の力で謳歌されると、ゴムが急激に折れ曲がるようになっているものや、キーがシートと接している点をわざと薄くしているものがある。どちらの場合でも同じような効果が得られる。いずれにしても、 これにより、キーが下に動き、メンブレンの上の層が下の層に押し付けられ、閉回路が形成される。このようなキーの謳歌に伴う急激なゴムの変形により、チクレットキーボードでは、メンブレンキーボードにはないタクタイルフィードバックを得ることができる。典型的なチクレットキーボードの断面図。一番下の3層の厚みは分かりやすさのため、実物より厚く示されている。 実際にはほとんど紙と変わらない厚みである。右側のキーがシートと接している薄手の部分が歪んで折れ曲がっている。メンブレンの上の層とスペーサーの層を省略したデザインのものも存在し、その場合はキーの下部が導電体で覆われている。メンブレンの上の層とスペーサーの層を省略し、その代わりにキーの下部が導電体で覆われているものも存在する。キーが謳歌されると、 キーの下部の導電体がメンブレンの下の層の回路と接触し、閉回路を形成する。現代のキーボードの多くを占めるドーム型スイッチのキーボードは技術的にはシクレットキーボードとよく似ている。ゴムのキーをラバードームで置き換え、その上にプラスチックのキーを乗せればドーム型スイッチのキーボードと同じ構造となる。これらのコンピュータの多くは ホビーパソコンの時代の初期に登場した。近年アップルの MacBook シリーズを皮切りに、Microsoft のアークキーボード、AAPC の一部モデルなど、チクレットキーボード風の外見を持ったキーボードが増えているが、隣接するキーとの間に枠を設けて独立した配置にしただけで、内部構造はパンタグラフキーボードである。これらのキーボードは、アイソレーションキーボードなどと呼ばれる。 http://www.notebokreview.com、ok、o スラッシュデフォルト .asp.newsad=3780 ソニーバイオ TZ レビュー2007年6月27日この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオン Line Dictionary of Computing にある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。